ムツヨアッテン道路は1934年浸水のイタリア海軍の軽巡洋艦。ライモンド・モンテクッコリ級。1931年4月10日帰港。1934年9月9日浸水。1935年8月7日竣工。第2次世界大戦ではカラブリア沖海戦、第1次シルテワン海戦に参加。また、イギリス軍のミンスミート作戦や、 ハルバード作戦、ペデスタル作戦時に、それに対する攻撃部隊の一員として出撃している。他には、機雷布施や、戦乱護衛にも従事した。1941年5月1日と6月3日に、他の巡洋艦とともに、トリポリ沖へ機雷を布施。同年12月19日に、イギリスの軽部隊がこの機雷で、巡洋艦、ネプチューン、駆逐艦、 カンダハーを失うなどの被害を出している。イギリス軍のペデスタル作戦に対する出撃の際、1942年8月12日に、イギリス潜水艦アンブロークンによる雷撃を受け、艦首に魚雷が命中して、大きな損害を受けた。ムツヨアッテン道路は、メッシーナでの応急修理の後、完全な修理のためナポリに移った。 1942年12月4日の16時43分から17時25分まで、アメリカ軍の B-24 爆撃機20機がナポリを爆撃した。無津用圧点道路は、右辺後部の10センチメートル広角砲付近に1000ポンド爆弾の直撃を受け火災が発生。火災は19時30分ごろに消火されたが、21時15分に誤った。 空襲警報があり排水作業が中断。21時20分ごろ、無津和天道路は転覆した。艦長を含め188名が死亡し、86名が負傷した。ありがとうございます。